米海軍は中国共産党、中共の南シナ海での拡大に対抗するため、インド太平洋地域の同盟国と能力を補完し合うためのパートナーシップを構築し、大規模な海上演習を通じて協力関係を緊密にすることを目指しています。アメリカ海軍作戦部長のマイケル・ギルデイ氏は、10月11日から5日間の日程でインドを訪問しました。10月12日、ギルデイ氏はインド国防長官のビピン・ラワット将軍、 海軍のカランビル・シン司令長官と会談,しました会談の中でギルデー氏はアメリカは自国の利益を確実に守るために重要な軍事力に投資する一方で世界中のパートナーや同盟国との非対照的な強みを活用して補完的な構造を作っていると語っています。 同日メディア向け電話会議でギルデー氏は軍事分野でのアメリカの優位性を脅かす中共の軍事力の拡大にアメリカはどう対応するのかという質問に対し重要なのは同盟国とのパートナー関係で私たちは最も重要なキーとなる能力に集中していますと語りましたその上でアメリカとそのパートナーや同盟国との間には非対照的な優位性がありその代表例がインドであると述べました ギルデー氏はインド政府関係者との対話の中でインド洋への戦略的ルートインド洋の安全と安定の確保に基づく両海軍の協力軍事能力と技術の利用などに焦点を当てたと語りましたまた両国の海軍協力の変遷は互いの海軍能力のギャップを埋めることに重点を置いてきておりネットワーキングはその一つで今後も協力関係が強化され上空海上海中でハイレベルなオペレーションを共に行うことなどを明らかにしました 今年の海上演習は米海軍が主催し、オーストラリア海軍、インド海軍、日本の海上自衛隊と米軍の相互運用性を高めるための様々なハイエンドの戦術訓練が行われました。その海上演習であるマラバール2021の第一フェーズは8月26日から29日にかけてフィリピン海及びグアム周辺で行われました。 演習ではフィリピン海での海上と空中での対潜水艦作戦実弾射撃、海上補給クロスデッキ飛行作戦海上阻止作戦などが実施されましたベンガル湾での第2フェーズの演習では地上と空中での消耗型移動式対潜水艦船訓練クロスデッキヘリコプターの運用水上砲撃演習海上補給訓練などが行われました その目的は、インド洋地域における4カ国間の統合的な海上作戦能力を強化することにあります。演習は10月11日から10月14日にかけて実施されました。マラバール2021演習の第2フェーズには、オーストラリア、インド、日本、アメリカの海軍部隊が参加しました。アメリカからは、空母カール・ウィンソンをはじめとするアメリカ太平洋艦隊の第1空母打撃軍、第2空母航空団、 レイクシャンプレイン誘導ミサイル巡洋艦ストックデール誘導ミサイル駆逐艦 P8A 哨戒機などが参加しました日本の艦隊にはヘリコプター護衛艦加賀護衛艦村雨などが参加していましたオーストラリアのマラバール任務部隊にはフリゲート艦バララットと補給艦シュリウスが参加していましたインド海軍は駆逐艦ランウィジャイフリゲート艦サツプラ P8I 哨戒機潜水艦が演習に参加しました ギルデー氏は日米豪印4カ国以外の国が参加する可能性を考慮してマラバール演習の拡大を検討すると述べましたインド太平洋地域や世界各地では毎年複数の演習が行われており志を同じくする同盟国やパートナーが集まるため演習の価値はマラバールだけには限られません